斎藤ね、こそこそしやがって。今日もいたろ、前通るたびにジロジロ見やがって。やっぱ噂本当なんじゃない？はいはい、静かに。次、高巻さん、それ一緒に行っちゃって。え、なんでって、別に一人はまたさっきからそうだったでしょ。ああ、刑事さんからの指示なの。余計なことは言わないで、とっとと済ませてきてよ。そこへ。悪いね、すぐ済ますよ。ああ、保護観察中の子ね。鴨志田とやり合ったんだって。見かけによらず血気盛んなんだね。個性的なお友達ばかりだよね。北お友達は大いに越したことない。時間取らせて悪かったね。ああ、そうだ、これだけ聞かせてくれるかな。怪盗団ってこの学校の関係。大丈夫、おじさんたちが来てるだ。ご苦労、参考にさせてもらうよ。悪いけど次の高巻さん呼んできて。して何回も噛みかけちゃった。みんな同じこと聞かれてたのね。お決まりの手口だよ。わざとそうしてボロだ。出してないだろうな。多分な。手の汗とか気づかれたらやばかった。しかし俺の名前まで。警察も侮れねえってことかね。え、面談の人怖くなかった？ないって凶悪犯相手してきた顔だ。なんだかごめん、まこちゃん。それは予想してなかったわけじゃないのに、いざ正直どうしていいか。疑われない努力と疑いを晴らす努力。ええ、混乱すんのも無理ねえよ。私、捜査の手が実際どんくらい迫ってるのか。てか警察も気になるけど、今や市民全人気者だったのにな。ねえハル、お父さんの身の回りに犯人のその辛い。うん、目をそらしてる場。他のみんなは学校での過ごし方に気を。2年生の3人には一層学園祭実行委員にく。なんで怪しまれずに集まれるでしょ。それに目立つまい。私は賛成。暇が多いとかえって弱気になったりする。何があっても後悔だけはしたくない。縁起でもねえよ。だが学校に来られて聞き取りまでされたんだろう。俺も用心しないとな。今は守りで精一杯だな。だがなんとか真犯人にたどり着こうぜ。当然よ。やなあ。戸締まり頼んだぞ。また提案がありましてね。あとは例の。とはいえよくもこんな。どうなの？わかりますか？これだ。正解です。くっそー、こんなことやってればいちいち口に出さないで、疑われないためでしょ。明智五郎、これも明智、こっちもほとんどそう。匿名だとドイツも雄弁だな。ついこの前までの全皇帝の手も動かしてくれると嬉しいんだけど、集計のお手伝いに来たんでしょ。リーダーからも言ってあげて。俺たちだって情報収集してんだよ。ものは言いようだな。うわっ、犯人像の怪盗団の怪盗行為はフェイクで、殺人が本来の目的。奥村以前の改心は、はあ、ついに殺人。バカすぎて逆に受け。結果出た。第1位は明智五郎。はあ、何今驚いてんの、さっきから言ってたじゃん。歌手とかアイドルとかじゃねえのかよ。ここまで人気が上がったの。集計してんならいくらでも嘘つけんだろ、バカ正直。こんなに圧勝じゃバレるでしょ。正直入れる人いるだろうって思った。さすがにわざわざ危険をおびき寄せる具は避けたい。ゲストの話はちょっと考えてみる。そうだ、双葉ちゃんどうしてる？あの様子じゃ一人で何か調べてる気がするんだけど。足ついて御用とかねえよな。今は一つでも手がかりが欲しいし、何かつかめるといいんだ。怪盗団による犯行が疑われるとの警察の発表に対し、これまで批判されながらも怪盗団に正義はないと訴え、実は一連の不審死と怪盗団は怪盗団に警鐘を鳴らしたのはそもそも明智さん。彼らが危険な存在であることに変わっても、事件と彼らを今すぐ関連、この事件にはまだ不審な点が多い。なお明智さんは今後マスコミへの露出を控えると発表した。どういう心境の変化か。なんだ、真剣な顔で携帯見。ゴジラせんなよ。後腐れはめんどくせえぞ。つうかお前、大丈夫なんだろうな。学校、警察来てるらしい。関わってないならいいが。まあいい。つけてよ。およーし。しますか？行きますよ。ネタある？あ、そう？気をつけんなよ。お？囚人。後継をしたったいです。新しく生まれ変わるのです。ふん、スキルカードか。ほほう、新たな姿へと。やめるのか、ジュスティーヌ。お前閲覧なさい。このペルソナを手はお持ちのビデオの終わりですか？なんだ、時間です、囚人。お？座って。んじゃ。はーい。誠、新島さんから何か捜査の…それが…お姉ちゃん、その点もしかしたら私が何かミスし…考えたんだけどね。明智くん、呼んでみようと思う。マジか。危険をおびき寄せるのは避けた方がいいとか。危険はもちろんしょ、でも有力な情報源なしじゃ警察の包囲網にお姉ちゃんは期待できなくなったし。まさか明智くんなら警察にも通じてるから彼を情報源に。こいつは大胆だな。誠にしちゃう。彼の昨日の会見見た？突然の怪盗団擁護発言、裏があるの一言。完全に怪盗団が見てるって意識していったんだ。だからって人の集まる学園祭に呼ぶのか。賭けよ。しかも部はあまり良くない。でももうそんなこと言ってられない。どう、明智くんを呼ぶって。分かった。みんなもいいよ。私はいいよ。私が考えるより。情報源と言わず味方にできれば。ここ待った。どうやって連絡取んだ。マジか。連絡先を送ってくれる？早速連絡してみる。ぶっちゃけ明智苦手なんだよな。好き嫌い言ってる場合？情報源だと割り切れ。もう返事来た。考えさせてくれ。待てよ、あいつ確か…だから考えさせてく。断られたらどうするの？食い下がるだけよ。悔しいけど今は他にすがるものがない。頼むぜ。どれにするの？しますか？行きますよ。どうですか？Yeah. Will it always be burning down the walls? Is there always a need to pray? I'm a sharpshooter. よし。あТак.ありがとうね。よし。帰るわ。